とね、今日2日目の昼ご飯はね、タコスにしようと思いまして、まあこっち来てね、急遽そうしたんで、本当はステーキ食いまくろうと思ってたんだけどね。で、いろいろ調べたらね、まあ沖縄でも人気のあるタコス屋さんがあるということなんで、向かってます。綺麗な、店の前に人だかりいるな。2軒目はね、このタコスのメキシコさんに来ました。まあソフトシェルで有名らしいんで、食べてみようと思います。すみません、5ピースと、はいはい、あとオリオンビールの瓶、はい、以上で、はい、ありがとうございます。皮はね、塩味が強くてソースちょっと辛い。いや、食べましたけどね、人気なのはね、まあ、地元の人と、まあ、俺もそうだけど観光客の人がね、こちらも入り乱れてるので混んでるんだと思います。でね、ソフトシェルっていうことだったんだけど、まあ、表面は結構パリッとしてて、まあ、中はもちもちっとしてて、で皮自体にね結構塩味が、まあ、あって、でひき肉がね美味しい。でチーズはね、まあ、少なめなんだけどコクがあって、まあでも良かったです。ソースは結構ピリ辛、最初はそうでもないんだけど、まあ、後からじわじわ辛さが来るんで、まあ、辛いの苦手な人は、まあ、飲み物と一緒に食べられるといいんじゃないかなと思いました。ごちそうさまでした。